テンプロマヨールのコヨルシャウキの石板、コヨルシャウキは、アステカ神話に登場する女神。ミツイロポチトリの姉にあたり、ミツイロポチトリに殺されて、死体をバラバラにされた。コヨルシャウキの最も有名な話は、ミツイロポチトリの誕生に関する伝説である。女神、コアトリクエがコアテペクの上で掃除をしている時に、空から羽が落ちてきた。それを腰につけていたところ、 掃除の後に羽は消えていた。その後コアトリクエは妊娠した。コアトリクエの娘であるコヨルシャウキとその400人の弟は母が謎の妊娠をしたことを聞いて不貧困であるとし怒って殺そうとした。その時体内の子はコアトリクエに向けて心配しないようにと言った。コヨルシャウキらがやってきた時、コアトリクエの体内からウィチロポチトリが武装した姿で、 生まれ、シウコアトルを武器として戦った。シウコアトルは、コヨルシャウキの体を貫通した。コヨルシャウキは首を跳ねられ、手足をバラバラにされて、コアティペクの下まで転がり落ちた。1978年、テンプロマヨールのウィチロポチトリ神殿の基部から、5体をバラバラにされたコヨルシャウキを描いた、直径3.25メートルの巨大な円盤状の石板が発見された。 コヨルシャウキは、帯以外は裸で、頬に、コヨリという金属の鈴をつけている。耳からは年を表す記号の形をした金属製の飾りを下げ、帯の背中部分には、コアトリクエと同様に頭蓋骨をつけている。図像学的には、かまど紙のチャンティコに通じる。テンプロマヨールからは、少なくとも3つのコヨルシャウキを描いた遺物が発見されている。 蒸気の石板のすぐ下には、漆喰で作られた小夜シャウキのフリーズが置かれていた。こちらの小夜シャウキは裸ではないが、シウコワトルが小夜シャウキの心臓を貫通している、様子が描かれている。さらに別な円盤の破片が発見されている。テンプロマヨールでウィツエルポチトリに犠牲を捧げるときには、伝説を再現するように、イケニエの首を跳ね、手足をバラバラにして、 階段の上からコヨルシャウキの石板目がけて落とした。テンプロマヨール自身、しばしばコアテペクの名で呼ばれていた。コヨルシャウキは、アストランからメキシコ盆地へのメシカの移住の伝説にも登場する。ここでは、コヨルシャウキは、蜜色ポチトリの姉でなく、母とされる。メシカは、旅の途中、コアテペクというところに到着したが、そこはカエル、魚、 水潮に溢れた理想郷であった。三つ色ポチトリは、そこが目的地ではないとして出発させようとしたが、コヨルシャウキと400人の弟は反対した。その夜、球技場で騒ぎの音がした。翌朝見ると、三つ色ポチトリは、コヨルシャウキの首をはね、その心臓を食っていた。それから、三つ色ポチトリは、コアテペクの水を立ち、メシカを無理やり出発させた。 エデュアルト・ゼーラーは、こよるシャウキを月の女神としたが、文献上の根拠がない。また、銀河の女神と言われることもある。いずれにせよ天体との関係は明らかではない。ありがとうございます。